神戸市灘区の関本クリニック、院長関本剛さんは、治療が難しいがん患者らの体や心の苦痛を和らげる緩和ケア医です。地域の患者に対し、副作用の辛さなどを薬でコントロールしたり、がん治療の進め方の相談に乗ったりします。大きな息ね、吸って吐いてを何回か繰り返してみてください。患者の半数以上は自分で通院することが難しいため、関本さんらが車で移動し訪問診療を行います。院長として働く関本さんは自身もがん患者です。一昨年の秋にステージ4だと分かりました。去年取材した際、レントゲン写真を見せてもらうと、これですね、4センチぐらいの、これ見た瞬間ちょっと頭が真っ白になりましたね。咳が続いていたため調べると、肺に影が見つかり、精密検査で肺がんと診断されました。脳にも10箇所ほど腫瘍の転移があり、同じ病気の人はその半数が2年しか生きられないと医師に告げられました。妻と小学生の娘と息子がいる関本さんには、あまりにも厳しい現実でした。もう治らないがんですって言われて、またズドンと落ち込むみたいなのは、よくその伝える立場としては実感はしてましたけど、でもやっぱりね、当事者になると、ああまあこういうことかというような感じだったのを覚えてますね。それでも抗がん剤などの治療を行いながら、緩和ケア医として働き続けることを選びました。関本さんと同じ肺がん患者が訪れた日は、来月娘の結婚式があるので、そこまではなんとかこの状態を保って行きたくって、来月16日なんです。同じがんで苦しむ患者に関本さんは語りかけます。きっとでもね、その僕も本当思うのは、生きるのにも本当に勇気がいると思うんですよ。本当なんか僕も思いました。時々思う時があって、早く死んだ方がいいんちゃうかみたいなね。それでもやっぱり家族がいてたりとかすると、まあ、特にね、その ご結婚控えておられるお子さんもおられたりとか、お孫さんが生まれるかもみたいになって、すごくやっぱり生きる勇気になると思うんですよね。まあでもお互いね、お互い長生きしましょうね。楽に長生きが一番。そしてあと2年と告げられてからちょうど2年が経ちました。あ、先生、ごめん。今も仕事を続ける関本さん、訪れたのは母校の関西医科大学です。医学生らを対象に自身の経験をもとにした講演会が開かれました。立ち直れたのは、僕の場合はやっぱり家族でありですね、職場の同僚であり、あと中高大学、あと在宅緩和ケアになってからの同僚たちの、まあ、支えだったんじゃないかなというふうに思います。これだけ自分のことを案じてくれる人たちがいるんだと思えるだけで、とにかく与えられた命をまあ、やり抜こうというか、ね、楽しみ抜こうというふうな気持ちになれた。ただこの日は以前と様子が違うところがありました。7月の上旬からおかしいなと思い出して、9月の下旬ぐらいからなんかもうこの中指なんかもうまっすぐにできない感じになって、一応クーパーやろうと思ったらできるんですけど、めちゃくちゃ握力も落ちてますし。今年9月検査で脳や脊髄などを満たす髄液にがん細胞が広がった状態、髄膜破腫が見つかりました。その影響で左手に麻痺が出始めた上、ろれつが回りにくくなったといいます。意外とヘッチャーでやれてますよって言いたかったんですけど、9月の末ぐらいからちょっとバタバタと抗がん剤が効いてないかもというか、初めに言われた2年っていうのは伊達じゃなかったなと思いつつ、まあでもこんな感じでね、皆さんの周りで立って講演できる状況で2年目を迎えられたので、それはありがたいなというふうに思ってます。共に関本クリニックで働く母雅子さん、
これまでに4000人以上の看取りを経験した緩和ケア医の草分けですが、息子に麻痺などがんの症状が現れた時にはショックを隠せませんでした。いや、来たか、ついに来たかって感じですよ。ちょうど2年でしょ、無事に来れたのはすごい嬉しかったんだけど、やっぱり2年でこんな感じで症状出てくるんだっていう気持ちでしたね。その時はこれからのことは分からないので、未来のことはちょっとヒヤヒヤしながらですね。今も関本さんはできる範囲で患者の診療を続けています。この日来院したがん患者は抗がん剤の副作用がひどく、治療をやめるべきか迷っていました。急に下痢が始まって、はい、もう ひどい状態で、はい、でもうかなり衰弱してしまって、はい、これどうすることもできへんねんっていう感じで、はい、薬やめましょうって言われたんですよ。がんに負けるみたいな感じがして、すごい不甲斐ないなとか思って。関本さんは患者の思いにもじっくりと耳を傾け、自身の経験を交えてアドバイスを行います。副作用を跳ね返せるだけのパワーというか体力をまだお持ちだと思いますので、よっしゃ、もう一遍やってみようかなと思えるぐらい体調が良くなってたら、リトライしてみてもいいと思いますよ。自信持ってもらっていいと思いますけどね、はい、ありがとうございます。診察の最後には笑顔で患者を送り出しました。がん患者同士だからこそ伝わる思いがありました。やっぱりそのなんか共有できるというのかな、同じ悩みを先生にご相談して、僕だったらこういうふうにしますよっていうふうに言い張って、あ、そうかなと思って、すごく参考になりますし。がん患者との時間は関本さん自身にとっても大切な時間になっているようです。患者さんからどっちかっていうと勇気をもらえるという状況は続いてるなと思うんですね。なんかしんどい中でも行くと皆さんすごく喜んでくれたりするので、自分がの身に今後起こることだと思って、まあ、一生懸命というか症状の緩和に努めるというか。お邪魔します。芦屋市に住む田中博介さん、去年夏に肺がんが見つかり、精密検査後にもう打つ手がないと当時の医師に告げられました。娘の楓さんらと悲しみに暮れる中、関本さんに出会いました。いや、それはもうびっくりしました。 どこのがんですか。頭のがんです。最初にお会いした時にお父さん一緒に頑張りましょうって言っていただいて、同じステージ4の患者である関本さんの言葉が折れそうになっていた親子の心を動かしたといいます。お母さんにそういうことやっていてください、言われて、それで田舎に帰って兄弟全部と一緒に、もうこれ最後からないよって家に帰ってきたんです。関本先生から旅行を家族でぜひ行かれてくださいって言われて、スマのホテル行ったよね。海が綺麗で。残された時間を精一杯生きよう。関本さんの思いは患者やその家族にも伝わっていました。田中さんはこの取材の10日後息を引き取りました。生前に希望した通り家族に看取られた最後でした。久しぶり。久しぶり。久しぶり。がんと向き合う日々には息抜きも大切です。プライベートも大切にする関本さん、体調がいい日には仕事が終わった後に大学時代からの医師仲間らとフットサルを楽しみます。うわー、サンキュー、サンキュー、よっしゃ。共に汗をかく時間が関本さんの毎日を彩ります。先月、
関本家にも新たな仲間が加わりました。動物が好きな娘と息子のためトイプードルの子犬を飼い始めたのです。がん患者として医師として関本さんは新たな家族と一緒に年越しを迎えます。この2年間も周りがだいぶと甘やかしてくれたんで好き勝手はできてたんですけど、こうやってなんか喋りづらくなってきて動きづらくもなってくるだろうから、もうちょっと楽してもいいかなっていろいろ甘えまくってよりなんかね好きなことをしたいなっていうふうには思いますね。